どうもかげやんです今日は、えー、どっちがいいか迷ったらということについてお話しさせていただきたいと思いますこうね何かをこう行動を起こすときにねこう選択肢がちょっとあってですねでどちらがいいかなとこう迷うことがあるかもしれないんですけどもそういうときはねあのー、結論から言うとどっちでもいいからすぐ選んでしまえということですねあのー 結論ね、そのどっちを選んでももう正解やと思うんですね。そのその目的のためにやってることであればですね、うん、正解になるんですね。ほんで。 例えば、そのやることがちょっと効率が悪いというか、その盆一つ分が悪いというか、そういう感じであれば、次回からそれを選択せずに、違う方を選択するということで、そういうことが分かったという時間になりますし、ほんで、うまくいく方向方を選べたのであれば、それを続けていけばいいということですね。だから、例えば、駅に向かうと、向かうっていう時にですね、歩いて向かうのか、自転車で向かうのか、 えー、バイクで向かうのか車で向かうのかっていう選択肢があった時に、えー、どれもいろいろこういい面悪い面いろいろあると思うんですけどもそのとにかくそのもう歩いていくんやと歩いていくでも選んでしまうんですねで歩いていくとそれは健康には良かったりちょっと時間はかかるけど健康がいいと。で早く駅に着きたい場合は例えばそのバイクで行くとかねバイクで行く場合はその駐輪 駐輪場というか止める場所がいるからそれでお金がかかるとかいろんなメリットデメリットあるんですけどもえ目的ででであるる駅に着くということはできるんですよねそれをねえどの手段で行くかというのをずっと迷い続けてずっと家にいたらですねえと駅に着くことはできないんですね駅に着けないどころか時間ばっかり経ってしまってですねその時間をすごく無断してしまうというえ状態になりますよねで時間っていうのはねえ命なんですよね自分の命命がこう限りある わけじゃないですかだからその、えー、命を削ってる状態をただ迷ってるだけの時間で過ごしてしまうっていうのはかなりこう無駄なね、えー、もったいない時間になるんじゃないかな特に目的がある場合はですねそれはすごくあのもったいないことじゃないかなというふうに思うんでね、えー、迷った場合はそのな何でもいいんでも決めてしまうということですね。でその もうその目的があって目標向かって言ってる場合はもう何を選んでももう正解なんですよねそういうことをちょっとこう考えていただいてですね、えー、迷って何を選んでも結局ね最終的にはそれ選んで正解やったなっていう風になると思うんですねそのマイナスのことをやるのは良くないですけど、えー、その目標に向かったりなんかするための目的のためにやってる場合っていうのはその迷いっていうのはねあのー なるべく少ない時間にしてしまった方がいいというふうに、えー、僕は考えます。ということで今日は、えー、どっちかで迷ったらということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます